チップイングランドは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手。カリフォルニア州、パシフィック・パリセデス出身。アメリカ男子、プロバスケットボールリーグ NBA のサンアントニオスパーズのアシスタントコーチ。ロサンゼルスで生まれ、1975年には、イングランド、ジョン・ウテンヘッドコーチの率いる NCWA のチャンピオン UCLA ブルーインズで、ボールボーイを務め。 バスケットボールのキャリアをスタートした。パシフィックパリセーズ高校に入学し、1979年にシニアとしてロサンゼルスで最高得点を記録した。デューク大学に進学し、マイク・シャシェフスキーヘッドコーチ率いるブルーデビルズで4シーズンプレイし、1000ポイント以上を獲得し、4年時にはチームキャプテンを務めた。デューク大学卒業後、 1984年から1991年までフィリピンなどのプロリーグで活躍した後、プロ時代にマシンガンとも呼ばれた優れたシューティング能力を活かし、1993年にシューティングスキルを向上させるクリニックによりコーチングの仕事を開始した。NBA でのキャリアは1999年に始まり、1999から2000年はデトロイトピストンズで、 シューティングコンサルタントとしてスタッフとなった。2003年から2005年までデンバーナゲッツで選手育成担当コーチを務めた後、2005年に現在のサンアントニオスパーズアシスタントコーチに昇聘され、グレッグポポビッチの下2006から2007年シーズンで NBA 優勝を経験した。2013から2014年シーズンの優勝にも大きく貢献し、 2014年ファイナル MVP に輝いたカワイ・レナードもイングランドによってシューティングンアップされた選手の一人である。若手のシューティングスキル向上に定評があり、フリースローを苦手とする選手の改善や、スパーズの高確率な3ポイントを支える一人である。ありがとうございます。